喋るんですよ。え、なに？それはね、光学機動隊の新作の、発表と、日産自動車のコラボレーションが、そのイベントが行われています。さあ、じゃあ、皆さんに、簡単に安全挨拶をしてください。この後ろのこれ見れば、はい、このコンセプトカーが、新作、の中に登場するんです。このように実際に声優さんに、声を録音していただきまして、マルボットの中に搭載して、こんな可愛らしい車が登場いたしました。で、そしてこの本当に質問にあたりましては、関係各社様、また、大阪大学の学生の松村君のデスクに、協力をいただきまして、徹夜を続けてやっと完成いたしました。またキャラボリのところでも、皆さんにご覧いただけると思います。また新しいプログラムを用意しておりますので、ぜひまた、ご覧になってください。どうもありがとうございました。